帯岩対岸と手前に設けられた鳥居中央が、帯岩対岸は、沖縄県宮古島市の下地島の西岸にある、巨岸である。高さ約12.5メートル、周囲約59.9メートル。重量は2500トンとも2万トンともされる。通り池の南側約800メートル、海岸からは約50メートル離れた、高さ12.5メートルの崖上に位置している。 民間振興の対象であり、大量、公開安全、家内安全の祈願が行われる。1979年6月1日に、下地島巨岩として、旧伊良部町の史跡に指定され、宮古島市への合併後には引き続き同士の史跡となっている。津波によって打ち上げられた。その存在が世にが知られるようになった発端は、八重山列島の石垣島等に点在する巨石を調査した。 牧野清志が、それらが津波によって海から陸上に打ち上げられたと推定し、1968年に表した、八重山の名場大津波で、津波石と呼んだことによる。帯石も津波石であり、2010年までに報告された、中では、世界で最も重いとされる。近年の研究により、宮古列島には、過去に幾度も津波が襲来していることが明らかになっている。 最もよく知られている1771年4月24日の八重山地震の津波の他に1200年頃1460から1470年頃1625年の津波で移動したと考えられる津波石が多くあることが指摘されており、明和の大津波以前の1748年に完成した宮古島基地質疑に 下地島を襲った津波にまつわる伝説が収録されていることも、明和の大津波以前の津波の存在を示している。2017年には、先島諸島では、明和の大津波と同規模の津波が約600年間隔で4回発生していたとの研究結果が公表されている。帯岩が打ち上げられた時期については、明和の大津波によるとする通説と、それ以前の津波によるとする説とがある。 琉球大学名誉教授の加藤雄三は、名和の大津波による宮古での被害の報告書である、指名家府の付属文書、お問い合わせ書で移動したと記されている巨石と、オビー氏の実寸とが、ほぼ一致することから、1989年に、オビーは,は、名和の大津波で移動したと結論づけた。加藤はまた、付着した産後の分析からも、名和の大津波で打ち上げられた可能性が高いと、述べている。 一方、琉球大学教授のカーナ・トシオラは、1987年に、帯岩がある地域の津波石に付着した化石の年代測定から、名岩の大津波以前の津波によって移動したとした。また、東北大学客員准教授の後藤和久は、2011年に、大波の字各村の形業所の記録に基づき、石垣島の最大地点で85メートルとされてきた。 名和の大津波の素状光は、実際には、最大で34.8メートルであり、従来36から39メートルとされてきた、下地島での素状光も古文書に基づく、数値計算の結果12.3メートルであるとし、帯岩は、名和の大津波では動いていないと述べている。中央部がややくぼんでおり、人が帯を占めているように見えることから、帯岩、帯大岩または、 対大石という名称がついたとされる。中央のくぼみは波に侵食された後で、この岩はかつては海岸崖の海面付近の部分であったと考えられている。地元では、オコスゴビジー、オコスクビジーやヌーマミージーとも呼ばれる。爆破された岩の中には、ウシミージーと呼ばれる岩もあったという。 かつて下地島には数多くの巨岩があったが、その多くは下地島空港建設の際に利用され、この帯岩だけが残された。なお、下地島北西部の沢田の浜には津波一種とされる巨歴が多数分布している。ありがとうございます。